春夏に着たいコスパ最強のシャツ特集だおじゃー。今年もシャツ特集を組む季節がやってきたな。今まで当チャンネルでは3回にわたりシャツに特化した動画を出してきたけど、今回は約3万円以下のシャツをたくさん紹介していこうと思うぞ。シャツに5万円出せる猛者はなかなかいないから、かなり参考になる動画だと思うんだぜ。新シーズンの現行展開アイテムを中心に紹介していこうと思うから、よろしくなんだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。春飛び越えて急に夏の暑さになるの勘弁してほしいんだぜ。わかる。まずはじめに紹介するのは、着心地、丁寧さ、程よいリラックス感と使いやすさがコンセプトのドメブラ、ブラームスのシャツだ。スクエアドットデザインのオープンカラーシャツだね。一番上のボタンを留めることでレギュラーカラーシャツとしても着用が可能なデザインだな。コットンとリネンを使用した透け感と立体感のある春夏らしい生地だから重宝したいんだぜ。こちらのカラーの方が、より爽やかで春夏に向いているとは思うね。ゆったりとしたサイズ感とボックスシルエットだから、清涼感のある着こなしが可能だよ。絶妙なシワ感も好みなんだよな。粗い加工を施し、多少のパッカリングと自然な粗いシワ感が特徴となっているんだぜ。細番手の長調面をシャトル織機で時間をかけて高密度に織り上げることにより生まれる自然な光沢が好きなんだぜ。お次はグラフペーパーのストライプシャツだ。ドロップショルダーでボリュームのあるボックスシルエットの、オーセンティックなレギュラーカラーシャツだね。春っぽくて好きな一着だ。グリーンカラーのストライプの方が個人的に好きなんだぜ。高級シーツにも使用されているスーピマコットン生地を使っているから、適度な張りと柔らかさがあり着心地が最高なんだぜ。真夏であれば半袖モデルもいいと思うぞ。長袖シャツは、外にいる時は袖をまくって、室内ではまくらないなど、場面によって変えれるから好きなんだけど、暑すぎる日はどうしても、長袖シャツを着る気にならないんだよな。そういう時に活躍してくれるのが半袖シャツだ。ただ、ハーフパンツと合わせたりなど、子供っぽいスタイルにもなりやすいから注意が必要だね。春夏で気をつけたいハーフパンツのスタイリングについてはこちらの動画で紹介しているから、気になった人はぜひチェックしてみてほしいんだぜ。襟がないことで顔や首の周りがスッキリと見えるシンプルなデザインの、ノーカラーシャツもおすすめだ。襟がないことで堅苦しさがなくなり、柔らかな印象にも見えるのがグッドだ。レギュラーカラーシャツよりもカジュアルな印象で好きなんだぜ。ノーカラーシャツはあんまり持っていないから、検討してみるんだぜ。無難に襟ありを毎回選んじゃうからな。こちらはリネンキュプラのシャツだ。キュプラにリネンを混合した糸を作ることにより、リネンのナチュラルな表情を残しつつ、キュプラのソフトで落ち感のある風合いが特徴となっているよ。異素材の染色さにより独特なミックス感のある色合いに仕上がっているんだぜ。リネンといえば通気性や保湿性、耐久性などが高い多機能素材として人気があり、自分も夏にはリネンシャツばかり着ているんだぜ。シルクのようにしなやかで、コットンの耐久性を兼ねているこちらのシャツも気になるね。グラフペーパーには多くの方のシャツが展開されているから、自分に合うモデルをチェックしてみるべきだな。次に紹介するのは、マーカのシャツだ。トルコ産のオーガニックコットンを使用したドライタッチの一着だね。ポプリン生地とは、縦糸の密度が横糸の2倍から3倍ある、横の方向にやや、うねのある平織りの柔軟性のある生地だね。薄手で軽量のため涼しいから、春夏に活躍する素材なんだよ。素材の表情を最大限に見せるように、デザインはシンプルになっているな。着回しがしやすいベーシックなビジュアルがいいね。程よいリラックスシルエットだから、ややゆとりのあるパンツと相性が良さそうだぜ。大きめのショーツとも抜群に合ってるな。同型のシャツでカモ柄も展開されているな。スウェーデン軍のテントを参考にし、顔料プリントを施し加工をしているそうだ。デザイン性重視の人であれば狙ってみるべきアイテムだね。カモ柄だけど色が派手じゃないから、汎用性が高そうだね。黒系のリラックス感あるボトムスに合わせたいな。肌寒い日がまだあると思うし、今の季節にぴったりの一着だと思うんだぜ。次に紹介するのは、工場の残り生地やペットボトルなどを再利用したリサイクルポリエステルトールのコンボ糸を使用したシャツだ。程よい透け感で高い通気性があり、涼しく着れるよ。ポリエステルコンはシワになりにくいから、洗濯もしやすいし使い勝手がいいんだよな。やや肩の落ちたシンプルなチェック柄のシャツを求めている人には刺さりまくる一着だと思うんだぜ。ブラックチェック柄だと、より都会的で洗練された雰囲気になるよね。夏に上下この系統色で固めたら暑そうに見えるから、白シャツの上から羽織るスタイルが個人的にはおすすめだ。次はこちらのシャツジャケットだ。オーガニックコットンで折った清涼感のある生地感が特徴だ。胸と腰にパッチポケットがあるから、小物を入れるのに最適なアイテムだな。汗ばむ季節の羽織として大活躍してくれそうだな。ストライプ柄が、涼しげな印象を持たせてくれるんだぜ。少しだけエレガントな装いをしたい時に、T シャツに羽織れば完璧だな。次に紹介するのは、大人気ドメブラ、シュタインのシャツだ。インド産の上質なオーガニックコットンを使用し、旧式のシャトル機で糸に負担をかけずふっくらと織り上げているよ。シュタインといえば、トレンド感あるオーバーサイズシルエットのアイテムが多いんだよな。滑らかな風合い、柔らかい着心地が特徴的なんだぜ。
ベストとの相性も抜群だな。マットな光沢感が特徴のキュプラツイル生地を使用したこちらのシャツもいいね。同系色でタックインして統一感を出せば、モードな雰囲気になるしおすすめだ。好きなスタイルだよ。同系色でなければ、タックインしなくても綺麗にまとまって見えるんだぜ。上下同系色でタックインしないと、春夏だとやぼったくも見えちゃうだろうから、できるだけシャツインしていきたいんだぜ。次に紹介するのは、独創的かつ抽象的なテキスタイルが特徴的なドメブラ、ノーマ TD だ。これは、絶妙なカラーリングのオンブレチェック柄生地を使用したレギュラーカラーシャツだね。パジャマライクな雰囲気で可愛いんだぜ。ノーマ TD は、個性的な柄や刺繍が施された服が多く展開されているから、春夏のオシャレシャツを探している人にはぴったりだと思うんだぜ。そうだよね。躍動感のあるペイズリー柄を落とし込んだこのオープンカラーシャツなんて、一枚羽織るだけで一気にオシャレに見えそうだな。ソフトで優しい着心地が特徴の再生繊維レクセルを採用しているよ。3万円以上にはなってしまうけど、マーガレットの花を刺繍で大胆にデザインしたこのシャツなんて、1枚で主役級のアイテムになること間違いなしなんだぜ。最近刺繍系が欲しいんだよな。お次は、オーラリーのシルクのようなしなやかな肌触りと上品な光沢、落ち感が特徴のショートスリーブシャツだ。オーラリーらしい、生地や加工にこだわりまくった一品となっているよ。オーラリーの定番でもある、エジプトの長調綿であるフィンクスコットンを細番手に紡績し、高密度に織り上げたツイルを採用しているんだぜ。加工法にもかなりのこだわりがあるんだよな。その通りだ。加工により一度生地を硬直させた後、柔らかい風合いにするために、何度も生地を叩いてもみ洗いする加工を施しているんだ。爽やかなカラーも素敵だし、夏場にヘビロテ必至の一着だな。次に紹介するのは、トゥモローランドのストライプワイドスプレッドカラーシャツだ。繊細な素材感とファンシーな糸使いが特徴で、小ぶりな襟だからジャケットのインナーとしても使えるシルエットとなっているよ。トゥモローランドときたら、キャバンも外せないんだぜ。1874年から続くイタリアのリネンメーカーソルビアッテ社の生地を使用したシャツなんだぜ。カラー展開も豊富だから選択肢も多くて好きだぜ。キャバンは特に、同モデルで多くのカラーを出しているブランドだから、幅広い層に刺さるんだよな。特殊な洗い加工が施されたソフトさが魅力で、使い込むほどに風合いが出てくるのが魅力だね。大人のカジュアルスタイルにおすすめなんだぜ。ゆとりのあるボクシーなシルエットで、いろんな体型の人でも着れそうだし、ユニセックスモデルだからカップルなどでシェアもできるな。次に紹介するのは、幼児山本社のクリエイティブチームがデザインする、サイトのシャツだ。アンチモードをテーマに掲げ、幼児山本社らしいカッティングと、シルエットを継承したモードでジェンダーレスなコレクションを提案しているブランドなだけあり、エッチーなアイテムが多く揃っているよ。モード好きにはたまらないな。幼児系列のブランドはモノトーンが多いと思っていたけど、サイトに関してはそうでもないな。オリエンタルな雰囲気の色と柄が目を引くこのシャツなんてかなり欲しいんだぜ。インド伝統の染色技法であるブロックプリントにて赤橙色の草木柄を皮脂形状にプリントしたシャツだね。手彫りのチークの木版を使って布にインクを押し付けていく染色技法なんだよ。肌との接着面積が少ないゆったりとしたパターンで風通しも良さそうだから、夏場に活躍してくれること間違いなしだな。総柄シャツマニアとしては見過ごせないデザインなんだぜ。さて、春夏シーズンも本格的に到来してきたから、シーズンものの特集をこれからたくさん組んでいこうと思うぞ。流行りものや、スタイリングについての動画も出していくつもりだ。春夏は身につけるアイテムが物理的に少なくなるから、コーデの差別化が難しいと言われているんだぜ。アイテム選びはもちろんだけど、どうスタイルを組むかが大事になってくるんだぜ。その辺もしっかり解説しようと思っているから、待っていてほしいんだぜ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。